幸せな時間をあなたに。この番組はナレーターシュガーがお送りいたします。店内は赤が目立つ落ち着いた空間となっております。お店は駅構内にあり、ちょっとした時間や待ち時間にぴったりかと思われます。メニューもなかなか豊富に揃っております。いちごがたっぷりのフルーツケーキ、店員さんのおすすめです。私はピオリンモーニングプレートを頼んでみました。真ん中に鎮座するピオリンちゃんがとても可愛い。アイスコーヒー、私はアイスコーヒーが好きです。そしてこのピオリントースト、これも可愛いでしょう。他にはブルーベリーの入ったヨーグルト、それからサラダがついております。これがモーニングセットとなります。カフェ、それは特別な時間を過ごす人もいれば時間を潰すだけの人もいます。でもとても落ち着く場所であります。付属のシザードレッシングをかけていただきます。そしてこのピオリントースト、とても可愛いですが、私はバターを乗らせていただきます。皆さんはバターどのくらいつけますか？私はたっぷり塗ってしまう派です。ピオリンちゃん、ごめんなさい、バターまみれになってしまいました。でも僕はこのたっぷり塗るのが大好きです。ヨーグルト、最近僕はちょっとヨーグルトにハマっております。そしてメインのこのピオリンちゃん、とても可愛いので食べるのがもったいないですが、ごめんねピオリンちゃん。外も中もふわふわで、中の方にプリンが入っております。とても美味しかったです。それでは皆さん、幸せな時間をお過ごしください。 See you next time.